ハミルトン、カーキフィールド。メカニカル、REF000095。ミリタリー、手巻き。今回ご紹介するのは、ハミルトンの軍用時計として誕生したカーキコレクションです。ベトナム戦争でも活躍したことで有名。ミリタリーウォッチならではの雰囲気を楽しめるロングセラーシリーズです。本品はカーキの原型ともいえるスタイルに小文字のメカニカルロゴが入ったカーキフィールドメカニカル手巻き時計です。文字盤は精悍なブラックカラー、全数字の 12H24H 表示と夜光モダンハンドの組み合わせ。312デイトが配された端正な風貌です。 38mm 径 SS ケースは艶消しサテン仕上げのラウンド型。裏蓋は防水性気密性に優れたスクリューバッグです。無駄な飾りを省き、機能のみを追求したオーソドックスデザイン。専用の SS ブレスを装着したハミルトンの一品です。ハミルトンはアメリカの時計ブランドメーカーとして有名です。航空用時計や船舶時計として採用された経歴や、映画でハリウッドスターが着用するなど、さまざまなシーンで活躍し、創業当初からクリエイティブな時計作りで定評のある実力派ブランドです。第一次世界大戦に向かう兵士のために作られたカーキや、第二次世界大戦中に生産した米軍船舶用の特殊時計マリンクロノメーターでミリタリーウォッチブランドとしての地位も確立。米軍や英国軍の兵士へ緩急品として採用されるなど、その高い実績が評価されています。操作方法、右サイドにあるつまみが隆起です。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので、毎日リューズでゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き止まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。リューズを1段引いて回すとデイトがチェンジ、2段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。タック機能、秒針停止付きです。サイズ、ラグ幅は 20mm、 ケース径は約 38mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 47mm、 厚さ空母を含む約 9.5mm、腕回り 18cm 前後です。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。